どうも、みつみつです。ポケモンサンムーンレーティングバトル、今回もやっていきたいと思います。今回使うパーティーはこちらなんですけども、前回、見せ合い要員としてね、見せ合い効果もあったかどうかはちょっとわかんないですけど、パーティーにいるだけはいたアローラガラガラくん。今回はね、バッチリ選出していきたいなと思っております。むしろね、アローラガラガラがね、割と軸のパーティーでございますね。アローラガラガラ、ガルーラ、アローラキューコン、海竜、鉄格やハピナスと、こんな感じになっています。ハピナスの技はね、今回アメパではないので雷か10万ボルトの方に変更しております。あとのねポケモンは、今まで出てきた感じの技構成と多分一緒だと思います。持ち物とかもね多分ね。はい、マックさんよろしくお願いいたします。ちょうど例と同じぐらいの方ですね。はい、キリッキザンつったっけ、あれキリッキザン、ランドロス、ドリューズ、グソクムシャ、ガブリアス、リザードン。はいはい、なるほどね。ね、グソクムシャにはね、以前痛い目にあったんで、もう出会い頭っていう技は覚えましたよって思うんですけども、テテフとか入れてないから、特に先生無効みたいなあれもないし、ちょっとアローラガラガラはね、今回出したいので、先発じゃないかな。先発はガルーラでいこう。ガルーラガラガラ。ガルーラガラガラ、鉄火けどちょっとスピード足りないかな。リザが重い感もあるけど。ちょっと、これでいくか。シーズン4もね、まだ最初の方ですからね。いろいろ試しながらっていうのも悪くないんじゃないかなとは思いますけどね。多分まだ結構探り探りな人も多いんじゃないの。だから割合1500前後の人とかでも実は結構猛者みたいな人がいたりいなかったり。ランドロス、威嚇はとても嫌威嚇はとても嫌だけどさ、自信読みで引くっていう感じでもないような。ステロとか持ってたっけこの人。どうしよっかな。威嚇入れられちゃったのが割合痛いんだけど、ここでただただ素直に引くだけで芸がないような気もするんだよな。ちょっとまず眼風かなんか入れてみるか。まずは試しに。お、引っ込めた。グソクムシャ。はい、なるほど。グソクムシャだとガンプ入れる美味しさってそんなになかったかな。多分そんなにないよね。だってこの人って多分出会い頭したらすぐ帰っていく感じじゃない。効果抜群でも威嚇入っちゃってるしそんなに効かないのかな。あれでしょ、これで出会い頭でしょ。さて出会い頭をどう受けるかだな。ちょっと考えます。鉄火具屋で受けるでいいんだ。鉄火具屋居座られた場合効果抜群ないのか。であの子って虫水でしょ。だからガラガラに引くのってないと思うんですよ。あ、ポケルスだ、このレート戦でポケルスを表記する意味ってどの程度あるのかね。とりあえずこれで威嚇解除はできるから。ただ出会い頭は大丈夫。虫は全然通らないから鋼飛行ですからね。でここなんだよな。一技のラスターカノンが今一つになるかな。火炎放射で火傷になっちゃえば物理型でしょうから。お、引っ込めた。誰？リザ。はえー、リザはちょっち嫌かな。火炎放射打っちゃったから火傷にもなんないし、しかもこれで X か Y かがわからないっていうとこなんですけども、ちょっと待ってね。相手の選出見ればわかるか。相手の選出どこで見たっけ。ここか。ランドロス、クソクムシャ、リザードン、物理だから Y なのではないでしょうかっていう感じはするから、そう考えるとね、
ただガラガラ出してこう X で地震とかだったら結構しんどいけど、まあ Y じゃないの、さすがに。ガラガラ出したとこでガラガラでそもそも対面勝てんのかっていう話なんだけど、 X かよ。しかもすげえ物理じゃん、スーパー物理パーティーじゃねえか。これで自信持ってたら終わりじゃねえか。自信っていうか、なんだろう、激凛的なやつでも俺って割合終わる？そしたら結構終わるね。でも骨ブーメラン効果抜群なの。一発やらしてもらえれば、ここはもうちょっと勇気出して打つしかないな。引っ込めた。はい。そっか、自信的な技は持ってなかったの。うわ、ここはもう交代読みできなきゃダメだ。威嚇入る。骨ブーメランの所持もバレる。でここは僕が変えてくることも多分読まれると思うんですよ。いやでも自信はすかすよな、そりゃ。自信打ってこなかったとしてももうこうするしかない。ここでランドロス出さなきゃタラレバが生まれるから、はい、畑落とす。いやじゃあ直帰が、でもまあこのパーチだったら直帰いらんかな、特殊系いないもんな。メザッパー打つけど、ちょっと安直すぎたかな。ここまたリザ交代を読まなきゃいけなかったかな。ちょっと安直だったかね。やべ、安直だったかも。やべ、相手めっちゃ考えてるし。ごめん、ちょっと、俺ももう一回考えさせて。あ、ガンプーだ。ガンプーはまあ耐えれる。ただ、メザッパーで一発で落とせるわけはなし。二回、やらせてもらえないと。2回ならいけるけど、ここどうするかだよね、相手くんは。ただ僕はメザッパ打ちますよ、ここは。さっき一発で、あ、トンボか。上手。そのトンボは割と上手かなって僕思いますね。で、これリザー X でしょ。で、ここリザー X に変わって、てか何ボールだろう、このなんか、怪しげななんか。ピンクガスみたいな。素直に炎かな。でもガラガラにも、てかそうか、素直に炎打ってもあれか、ガラガラにそこそこダメージ与えられて次で普通に倒せばいいのか。あー、それでいいんだよな。で次でさすがにドラゴン的なやつで持ってけちゃうよね。ここもう持っていけると、ちょっと持っていかないで、お願い、耐えてください。あー無理か。激凛でしょ。激凛な鉄火芸でそこそこ耐えれるんだが、いやガルーラでいいよ。これ鉄火芸失うのちょっと俺にはちょっとあまりにも。これはもうガンプーでいいでしょう。あ、引いてこない。あ、結構いくね、これ。これ結構いっちゃったな。あ、しかも。あ、そっか。子供の分があるか。びっくりした。倒せないかと思った。そうだそうだ。子供の分があった。ナイス、子供。はるみさんの子供、なつみちゃん。ランド、グソクムシャか。おぉ、クソクムシャくん。出会い頭と不意打ちどっちが優先なんだろう。ちょっとでも削ってからなんか、まあそれだったらせめてやられたいかな感はあるんだが。不意打ちって優先される？出会い頭が優先？あ、出会い頭が優先か。優秀だね、だとするとこの技。なるほど。で、ここで僕が鉄火具屋出す。だ、鉄火具屋で、おそらく、グソクムシャ突破できない、もしくは、突破できたとしても、かなり時間かかってしまうから、まあ、ランドロスの圏内に簡単に入ってしまうっていう感じですよね。あー、ていうか、そら、先制技持ちだから、あれだよね。最後に残すよね。まあ、先制技持ちっていうか、まあ、でも、
あれはそんなに入んないか。お、急所に当たった。いいね。いいね、だけど、ここは火炎放射連発でいっかな。ガンプ、当たんなかった。おしおし。これは美味しい展開。これはどうだ。これはワンチャンあるんじゃないか、もしかしたら。これビーストブーストも上がる。お、これワンチャンあるぞ、ワンチャン。相手、あとどんな、なんか、相手があと、なんだろう、Z 技とか持ってたら、でもこれで吹き飛ぶのか。あ、ギガドレでもよかったかな。ちょっと待って。安直だったか。ギガドレで回復しながらのが、よかったかな。アクアブレイク。あー、急所。急所しゃあねえや、もう。ギガドレで回復しながらで等倍だったら生きれたか、火炎放射で火傷引いたらまあ急所に当たっても耐えてたかっていう、どっちかだね。それとギガドレの方が良かったんかな。いやー、3連敗中ですよ。いやー、なんかもう泥沼にはまっちゃってますね。なんか、はいはい、さくらさん対戦よろしくお願いします。ウィンディ、カプブルル、ハッサム、サンダース、ギャラドス、ヌメルゴン。おー、まあ、サンダースが結構珍しいかなって感じですけど。あ、ヌメルゴンも珍しいか。まず、球根で壁を張るっていう原始的な方法を取ってみるか。球根で壁を張り、球根出すと海流出せないよな、多分。ハッピー。ハッピーどうだ?割合物理系のが多いかな、でも。だったらガルーラの方がいいか。はい。これできます。はい、さくらさんよろしくお願いいたします。いや、ちょっと連敗を止めたい。いやいやいや。まあ、僕もね、ちょっと、シーズン3最終戦から、シーズン4初戦までね、割合期間が空いちゃったんで、ブランクという言い訳をしたいところなんですけども、それにしてもわーおここの最近初手の出し負け多くね俺ちょっともうちょっとね、もともと実力不足を運でカバーしてた感があるので、運ぐらいついてこないとちょっと厳しいものがありますよ。これ多分相手素直に打ってくるでしょ、炎。さすがに。さすがにないくらなんでも。ここでなんか変なの。バークアウト。あ、炎タイプじゃなくなるやつだっけ?違ったっけ?なんだっけこれ。それ違う技だっけ?なんだっけ?あれなんだっけ?あ、それ普通に燃えつける。バークアウトって何?なんかウィンディって結構なんか、特殊な技いっぱい持ってたような気がするんですよね。ここどうしよう、透かしてくるかな、どうだろうな、突っ張ってくるような気もするんだが、その飛べるやついたっけ、相手どこだ、相手のが飛べるやつはギャラドスぐらいか。あー、ギャラドス引き安定な感じもするな。でも居座られることを考えて、鬼火も打てないっていう、シャドボとか打っとくまあ引っ込めるわな。よしよし、ギャラドス、これはもうこれで良い、良いのかどうか分かんないけど、でシャドーボーンを打つ。お、結構削れるね、あられ込みで半分。ただ次の攻撃はドアが開いても受けれないので、まあ、ガルーラで一発耐えれるかな。球根に変えて、タスキでドアが開いても一発耐える、でベールを張ってバックアドっていう方がいいかな。でもちょっとあられターンがもったいない感もあるんだよな。こう球根でいきます。龍舞だった時にベールの一つでも張ってないとだいぶしんどいので。あ、滝登りか。まあ割合素直な子でよかったっちゃよかったかな。
ここはもうベールを張っていく。引っ込めるウィンディーか。ウィンディー威嚇意味なしで、オーロラベール、ただここでガラガラに引くとどうなるんだろうかっていうとこなんだよな。ここはもう最悪やられてもガラガラでいっとくかね。これでどれぐらい入っちゃうかなっていう。バークアウト、おお全然効かない。特攻は下がる。あられやむ。あられやんだらあれだっけ、オーラベールって破れないよね。よかったよかった。なんかそういう仕様だったっけなと思って。でこうってあれかな、ちょっと待って、ギャラ引き安定なのかな相手は。だとしたらもう一回俺シャドーボーン打つしかないわな。朝の日差し、へえ、回復なんだ。うわこれだったら骨ブーメラン打っときたかったな。ちょっとこれはあんま美味しくなかったな。でどうすんだろうこれ。ちょっとわかんないので、朝の日差し、あベールのあれか、ターン消費か。なるほどね。そっか、うまいな。ベールがあと1ターンしかない。もう骨ブーメラン打つしかないか。でもここで変えてくるかもしんないけど、結構変えてくるんじゃないかなって感はするか。あーでもこれで落とせればって感じだけど、骨ブーメランあれなんだよ、タイプ一致じゃないからな。効果抜群でも、あー落とせねえ落とせん。ここどうすんだろう、また朝の日差しで回復するのかな、それとも落としてくんのかな。ちょっとわからん。回復かな、落としかな。あ回復か、なるほど。天候変えたいけどな、これだったら。これ急所とか引かなきゃ。お防御下がった。これだったらこれでいいんだけど、ただ相手が本気出したらこれ多分落とされるんだよな。どうする、バークアウト、これで落ちるか。お耐えた、よしオッケー、オッケーオッケー、ガラガラちゃんいいよ。これでウィンディ突破、オッケー、よし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 。バークアウトってのは何なのかね、僕にはまだ分かりませんけど。ギャラドス、まあ、ここはあれだね、もう素直に突破してもらう方がむしろいいね。変にこう罪の着手にされたら嫌だから、これ鬼火打っときましょう。まあそれならそれでよし、まあ、よしってこともねえけどさ、まあ罪の着手にされるくらいなら。でだ、ここな、キューコン出してベールかな。オッケーオッケー、これでよし。雪降らしも美味しいと。相手のラス位置ってまだ分かってないな。分かってないよね、分かってない分かってない。ベール、これベールはまあ確実に貼れるでしょう。そういうあれか、ここに来てメガ進化ですか。なるほど、メガ進化してもう一気に潰していこうみたいな。ただベールは張ります、それはもうね、張らせていただきます。ありうまい。普通に
うん、あ、わかんねえ、なんかムーンフォース選ぼうも。あ、これ落ちんのかな。あ、落ちるわ耐える前提で動いてた。やべ、これどうしよう立って、メガ進化して、まあ、ここはあれかな、恩返しでも落ちなかったら痛すぎるしな。ガンプの方がいいか、うん、滝登り、これはさすがに耐えるけど、ひるんだらおしまい。で、これ岩石封じで素早さ2段階ダウンなので、落とせなくても大丈夫で、ギャラド様先制技持ってないからあれですよね、普通に不意打ち打たなくても大丈夫よね。あられで落ちるか、っていうかあられで落ちた。はいはい、それで最後、これ最後サンダース、サンダースの攻撃一発耐えれば僕勝ち、耐えなかったら負け。もう単純なあれですね。なんかサンダースってでも火力そこまでないんじゃないかな。 Z 何菓子とかだったらもう知らんけど、うーん、オーロラベールもあるからね、多分これはいけるんじゃないかな。麻痺って動かなかったら負けか。セーフ、これでいけるでしょ。いけガルーラ、俺に連敗の悪夢から脱出させてくれ。助けでも大丈夫、こっちにまだ子供がいるんだよ、かっこいい子供。オッケー、勝った、久々に。いやー、子供ありがとう。なんかいいよね、なんかこう脇役がなんかとどめを刺してくれた一番熱い展開みたいな、そういうあれ。銀玉で言うとさ、銀さんがやられた後新八君が決めるみたいな、ああいうシーン、ああいうシーン俺すごい好き。はい、というわけでね、今回のパートは、この辺で終わっていこうかなと思います。撫でられてる時の顔かっこいい。いやーね、アローラガラガラ活躍させられたかさせられないか、まあちょっとわかんないですけども、まあ、僕的にはすごくいてくれてね、助かったけど、てかなんとかね連敗を脱出できてよかった。ほんとね、なんかこうちょっと長らく戦地から離れていったので、ちょっとね多分ね、いつも以上にね僕トンチンカンのことを結構言ってたと思うんですけども、ほんとね生温かい目でね、見守っていただけたらなと思います。はい、ね、コメントの方もね、本当いつもありがとうございます。結構参考になるコメントも多いのでね、勉強させていただいております。なんか、アローラガラガラになって、なんかこう、ガラガラのもともとって、なんかこう、悲壮感みたいなの消えていいよね。なんかこう、ちょっと陽気になりすぎた感はあるけど。はいはい、ね、こういう怪獣系ポケモンね、大好きなんで、こういう怪獣系ポケモンだったり、怪獣系じゃないポケモンだったりを育てながらね、今後も頑張りますのでよろしくお願いいたします。では、ここまでね、動画ご視聴ありがとうございました。次回も見ていただけると幸いでございます。では、お疲れ様です。